ただいま、京急羽田空港駅別ですかね、について、僕はね、これから沖縄に、向かうわけですが、イコラブのコンサートがあるので、で、2016年のチームエイト沖縄全通以来の沖縄、約6年ぶりと、当時はまだね、首里城もあったわけですけども、もう今ないというふうなところで、今日ね、全日空で、なんだっけ、マイルが死ぬほど余ってるので、往復の飛行機代はタダというふうなところです。実際ね、飛行機乗るのはね、結構久しぶりなんですよ。もしかしたら、去年の大分ぶり？いや、そんなことないな。大分トリニータ見に行った時以来か。いや、でもその後に多分福岡行ってるから、HKT 見に。でも、半年ぶりとか、かもしんない。かなり久々っすね。でももう結構やっぱり人は戻ってますね。今ね、金曜日の、午前中っていうかお昼か、12時45分なんですけど、まあ僕が乗る飛行機は2時半出発なので、まだ1時間15分ぐらい、余裕があります。で、まだね、お昼も食べてないので、ちょっとお昼ご飯食べて、ちょっとレストラン的なねところも調べてちょっと見ていこうかなと思いますが、もう丸亀でこんな並んでるからね、結構お昼激戦かもしれないね。まあ、ちょっとレストランがね、3階にあるんだったかな確か、ちょっと行ってみたいと思います。久しぶりの空港。確かに沖縄行きはね、AB 側だから逆だね。逆側行かなきゃいけない。まあまだね、金曜日の、午後に差し掛かったあたりなんで、わらわらっていうわけではなさそうですけど、全然コロナ禍でね、緊急事態宣言とか、マンボウとか出てた時よりは全然人いる感じですね。ショップ&レストラントっていうことで、レストランツ。ということで、ちょっと見ていきましょうかね。なんか、サクッと食べて、ぶっちゃけ1時間45分ありましたね。2時半だからね、2時じゃないね。1時間45分あるんで、全然のんびりできるし、何食うかな。多少並んでてもね、問題ないっすよね。お酒飲めますね。で、最近ね、僕ね、酒飲んで記憶なくすこと増えちゃったんでね、あんまり。で、まあ沖縄行って着いてからまたちょっと何かと飲む予定あるんで、あんま飲みすぎても良くないよねっていうのはあるんですよね。向こう側にもレストランあるわ。あ、こっちもあるじゃん。え、どうする？え、こっちはそうでもない？こっち側もあるし、あるのか。多分向こうの方が良さそうな気するな。この通りね。ちょっと行ってみましょう。寿司かラーメンかな。寿司かラーメンかな。日本人の好きなものみたいな。寿司かラーメンみたいな。普通に生ビール売ってんじゃん。いいな。今日ちょっと時間あるから、飯食った後に、そのカフェバー的なので飲んでもいいですね。ああ、カフェあるじゃん。どうしよう。ああ、蕎麦ね。蕎麦ね。蕎麦もいいよね。天丼ね。いいですね。どうすっかな。あ、牛タン焼き定食。悪くないね。どうしよう。あ、ここもうどん。うどんそば系が多いですね、やっぱり。なんでだろう。普通に街がありましたね。どうしようかな。あそこラーメン屋じゃね。ラーメンすっかな、とりあえず。
はい、保安検査、手荷物チェックね、抜けて、呼び出し待ちかな、のとこまで来ました。僕はね、2時半発沖縄行き、この60番ゲートから出るみたいですけどね。うん、まあ今ね2時10分ちょい前ぐらいなので、20分前ぐらいかな。続きましてグループ2番のお客様ご案内いたします。沖縄行きグループ2番お待ちのお客様どうぞ。あれですね、なんかさらっとその今のね沖縄行きの飛行機の、街のね、ベンチというか、まあ見てたんですけど、明日ね、その FC 琉球対ヴァンフォーレ甲府の試合があるんですよ。あのサッカーサポ的には。で、ヴァンフォーレ甲府の選手がね、いましたね。まさかの甲府の選手と同便という形。無事着きましたね。到着ロビーに、友達が待ってるのでちょっと合流したいなというふうに思います。ちゃんとビログにしないと。はい、これがユイレールです。ユイレール沖縄爆着、これから国際通りへ。でも予約とかなくても入れる店って割と限られんすかね。そうそう、本当に多分人気店とか、特に今日金曜ですからね。じゃあちょっとなるべく早めに行ってもう良さそうっていうところを抑え、後で一人来ますといい。あ、人二人か。そうですね、伊藤も来るから4人席を確保できれば OK ですね。すごい。一応これがなんだっけ、カツオのたたきか。B? D? D? あ、いいじゃん。4列目。皆さんおはようございます。コーズ TV です。沖縄の2日目コンサート当日、お土産を探しに来ています。肉食うよー。ステーキハウス、アロハシャツ買っちゃった。めっちゃいいレイヨンで。着心地抜群なんで、もう今着ちゃってます。これからね、イコラブの、夜公演、に向かって、会場に向かってます。今ね、ちょうど4時半過ぎ、4時30何分ぐらいで、コンサートはね、5時開演なんですよ。もう、会場の入場はもう始まっていて、まあ、急がなきゃいけないと。で、僕は2時から4時までアルビレックスの試合を見ていて、YouTube で生配信もしてたんですけど、たくさんスパチャいただいて、試合も勝ってね、非常に最高のコンディションで今、イコラブのコンサートに行こうとしてると、いうところですね。こう、アロハシャツもね、なんだっけ、調べていいって言ってた、結構良さそうなね、調べた結果おすすめですみたいな
ショップで無事購入できましたし、非常に沖縄を今充実の沖縄って感じですね。どうやら昼公演にはね、指原莉乃ちゃんも来てたみたいですけど、ちょうど入れ替わりで、莉乃ちゃんが昼だけ、俺は夜だけっていう。ちょうど入れ替わりですけど。まあ、おもろいっすよね、それもね。会場はね、ナハートっていう、コンサート会場なんですが、非常にね、新しくできたところだというところで、結構綺麗めでしたね。昼前にちょっと一回下見に来ましたけど、結構綺麗めな会場でしたよ。うん。で、割とコンパクトな作りっぽいので、僕今日石板そんな良くないですよ。結構後ろの列なんですけど、多分写真そんな撮れないってこともないんじゃないかなぐらいの場所ですね。なのでまあそこも含めて、まあなるべくいい写真撮れるように頑張りますというような感じですかね。いやー、あれあれ、そう、ここをねまっすぐ行くとナハート、もう目の前のなんかすごいちょっと小高い灰色の建物あるじゃないですか。あれがナハートですね。ほんと最近できたみたいで、非常に綺麗なホールのようです。なんか大体ね、今日、イクラマツアーファイナルを、まあなぜか沖縄でやってるわけですけど、大体昼夜2公演あると、なんだろう、2公演目で大体そのモチベ下がってる問題っていうのがあるんで、まあそれを見越して、僕は夜だけ見る。大体知り合いの皆さんはみんな昼夜買ってるんですけど、あえて昼を買わず、夜だけ参戦というふうな感じにしてみましたので、いやー、いい感じだな、遠征、今のところ。まあ、昨日の夕方6時ぐらい、5時、6時ぐらいに沖縄着いて、で、昨日、居酒屋でもうね、5、6時間、一つの居酒屋で5、6時間に座っちゃって、だいぶ飲み食いしましたけど、それで今日ね、お昼はステーキ食べて、で、なんだ、ある、昼はアルミの試合見て、これからイクラブのコンサートに向かうと。で、合間にあのハシャ使ってと。非常にね、非常にいい感じですよ。あ、これ。これがナハート。すごい新しいですよね。うん。新しい。多分ね、入場そんな手間取って、いつもだと結構、ひどかったノイミの時ね、ノイミの東京国際フォーラムの時とか、めちゃめちゃ入場時間かかってひどかったですけど、今日は多分そんなことなくて、非常にスムーズな入場なんじゃないかなというのを期待しています。ここです。これがナハート。あ、来たかいでしょ。あ、コースさん、お疲れ様です。です。あー、お疲れ様です。久保里美ちゃん。ありがとうございます。ぬるっと触れちゃまずっちゃう。イコラブコンサートが終わって、一軒目飲みが終わり、適当に、他の組と合流するという道中です。これは多分きっと使えません。明日我々は8時那覇空港発の飛行機に乗り羽田に戻ります。時刻は10時25分ちょい前、非常に厳しいそんな状況。現場からは以上です。時刻は朝の7時、日曜日の朝です。いやー、これからね東京に帰ります。那覇空港到着というふうなところですね。
これから飛行機に乗ります。